数学っていうのは教科書を読んでなんか言葉の意味を調べる、そんなことはほとんどないですよね。予習はしやすい科目なんです。で、予習の内容なんですけれど、予習の量、これ中学生を例にとって言いますけれど、これは次の授業の1回分ね、次の授業の1回分、これだけを予習しましょう。教科書のページ数で言うと 2,3 ページから多くても4ページくらいだと思います。問題集やドリルを使って予習してもいいんですけれど、一番おすすめなのは教科書の例題を使った予習です。例題には解き方とか考え方、これが説明してありますよね。ですから教科書、その例題を見ればその内容がわかるわけです。次の授業でどんなことを勉強するのか、これを確認しておきましょう。